釣りをする、きっかけは釣り人そうそう、ごめんなさい、あの超可愛い子だったら釣りがあるあのテレビに出ていいけど、そうじゃない子はいらないと思うな。うん、にぎやかしでこう使ってるディレクターがいるのよ。ほや、ディレクターなのよ。ね、で、いいよ、君でいいからっていう、そういう世界で、君でいいからじゃなくて、ちゃんと選べっていう。ね、それから、成長しようとするとね、その子が自分で、あ、これもう本当に釣りが面白い、楽しみだわっていうことで、次にはもっと投げられるようになりたいとかって自分で行こうとすると、やめろっていうやつもいるらしい。ね、だから番組の中で成長しろっていうこと、おかしくないかね。はい、今まで共演した釣りガールの中で性格が良いのは誰ですか。性格面白かったのはイリアですよ。性格大森ゆかりと一緒に行った勇気、釣りロマンかな。はい、村さんの一番好きな、釣りガールは誰ですか。釣りガールいない。釣りガールってことは、その釣りガールって言ったら全体的に釣りガールって言うんだったらあれだけど、あのテレビに出てるような子、少なくとも釣りビジョンにはいない。人気動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。